はいどうも、こんばんほーで、いつもふぐさしバンホーチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。ふぐさしです。このチャンネルは、私の地元のバンホーで高校を、応援することをメインテーマとしつつ、サッカーにあまり馴染みがなかった方にもサッカー面白いなと思ってもらえるようなチャンネルを目指してますので、応援よろしくお願いします。それで、今回の動画なんですけども、まあ、毎月恒例 の、 8月のマンスリーレポートという形でお送りしていきたいと思います。ちょっと成績的に気が重いマンスリーレポートとなっておりますが、最後までお付き合いいただければと思います。いいですか、ゲイさん。わかる、大丈夫です。はい、ということで、8月成績から見ていきます。8月は絶不調でした、中断明け。4試合で2分け2敗。獲得した勝ち点が引き分け2回分の勝ち点2でした。得点4、失点8。通算で見るとここまでが12勝9分け6敗。勝ち点45。得点が40、失点が28ですね。勝率が 44% ということで 50% 切ってます。1試合の平均データで見ても、8月はやはり勝ち点が平均、1試合平均 0.5。得点も1試合で1点。失点に関して1試合2点という平均値にはなっているので、あまり良くない1ヶ月間だったかな。で、会場別成績ということになりますが、ホームでもアウェーでもそれぞれ2試合ずつ行われました。ホームでは2分け、まあ負けてはない、中盤に追いついたり追いつかれたりといった2試合でした。アウェーでは内容的にも完敗のゲームが2試合あったということで、アウェーでは2敗と、得点も1、失点5と、特にアウェーのゴールっていうのは2打の相模原戦の1ゴールのみ。通算で見てもホームはやはりまだ未だいっぱい、まあ、引き分けが2つ重なりました、重みましたけども、アウェーでは、5勝4負け5敗という形なので、まあ、5分の数値かなっていう印象です。天候別見ていきますが、あまり天候に関して言うことはないですが、無敗の雨のゲームだったんですけども、今月で黒星が1つつきましたので、勝率が 16% 雨の日の試合なので、まあ雨の日天気だと天気悪いと勝率があまり良くないっていう印象になってきたかなっていうところになります。時間帯別の得失点っていうところですが、得点に関して、まあ少ない時間帯、4得点、3得点のところもありますけども、まんべんなく、まあゴールを取れている各時間帯ですね。失点に関してですが、まあ黄色で今印つけましたけども、立ち上がり、前半後半ともに6失点。あと試合終了間際の15分間で8失点っていう部分が気になってくるかな。で、まあずっと言ってますけども、引き続き終盤の試合の締め方、終わらせ方っていうのは課題になってきてるのかなっていう印象です。8月も1失点はしてますので、まあ、千葉戦ロスタイムのコーナー聞けなかったんで失点でしたけども。続いて、起点別得失点っていうことで、これはどこのエリアを起点としてゴールを奪ったかっていうものになります。これ全部甲府のサイドから見て右サイド、左サイドという判断にはしておりますが、相変わらず左サイドからと、あとコーナーキックからのゴールが多いという部分になりますが、まあ、左サイド起点のゴールっていうのは、7月もそうでしたけど、8月も、まあ、僕の見た感じではなかったかなっていうところで、敵チームの泉沢対策っていうのは目立ってきたかなという印象です。まあそれ以外にあまりゴールは多くなかったんですが、逆に右サイドからのゴールっていうのは、出ているので、泉沢を対策した上で手薄になった右サイドからゴールを奪えていたりっていうか、あと、まあ、リーダーが右サイド流れてクロスで泉沢が決めたという岩田戦のようなゴールも増えてきてはいるのかなっていう印象。動画配信はやっぱ敵チームにとっては泉沢っていうのは脅威でしかない部分なので、対策されるのは仕方ないので、その上は行く攻撃、それは泉沢を使うのか使わないかは別として、だったりとか、あと守備陣においても狙われてるということは、そこでボールをロストしやすいっていう部分ではね、そこからの攻撃に関してどう抑えていくかっていうリスクマネジメントっていうのは必要になってくるのかなっていうところで、あと引き続きコーナーキックの失点が多く、直接ヘディングを決められた千葉戦でのような失点もあったりとか、あとこぼれ球を決められる岩田戦のような失点もあるんですけども、まあそういう二次攻撃三次攻撃に対する守備の意識っていうのも一つ課題になってくるのかなという印象が続きまして、ポジション別得点ということで、まあ今月4ゴールしかなかったのであんまりなんとも言えないんですけども、4得点中3得点がフォワードのゴール、特にそのうち2点がリーダーのゴールなので、調子が上がってきてるのかなっていうところがリーダーの部分でポジティブな要素。あと得点ランキングもまあ今の話に続きましたけども、リーダーが2ゴール泉さんが、まあトップで10得点やっと2桁得点になったっていう部分と、メンデスがまたゴール決めたので2位に上がってきてるというところですね。まあリーダーも徐々にゴールを重ねてきてるのが良いかと思います。
あと最後から2つ目か、先制ゴールに関しては、あんまりいいことないです。なんと1試合しかなかったので先制ゴールとの試合が、しかもその試合は追いつかれましたとスタイムに、はい、いいことないです。まあ、ただ先制点取った試合っていうのは12勝4分けということで、未だ無敗、やっぱ先制点が引き続き、そして逆転してる試合もないということで、やっぱり敵に先制で許すと苦しい展開っていうのはついて、ま、決まっとるというかっていう印象です。で、最後、データ的には、シュート関連に関しては、まあ、シュート数に関しては、まあ、試合数の関係で前後はあんなしょうがないんですけども、まあ、1得点要数、シュート数っていうところに関しては、6月の 4.2 本、7月の 4.8 本に比べて、8月が 8.2 本まで、倍近く増えてはいるので、まあ、シュート決める、決定力っていう部分に関してはちょっと下がってきているっていう印象。で、非シュート、相手のシュートに関してっていう部分に関しても、6月と 5.1、1時点要する非シュート数っていうのは 5.1 という数値一緒ではあるんですけども、成績が伴ってないっていう点はやはり攻撃の部分で、これが取れてなかったので、平均失点が2だったので、まあ、1試合平均2点取られるというのには、やはり勝つには3点以上取らなきゃいけないっていう話にはなってきてしまうので、それで3点以上取る、勝つために2失点しつつも、勝つということであれば 3得点しなくてはいけないってことなので、だとしたらこの、1得点要数シュート数 8.2 っていう数字は24本以上シュート打たなきゃ入らないって計算なので、3得点はなかなか1試合24本シュート打つ展開はなかなか難しいとは思う。まあそういうデータが残ってるのかなっていう印象でした。あんまり成績良くなかった月なので、あんまりポジティブな要素の数値は出てないのかなっていう印象は、9月はもっといいデータが見たいと思っております。だってデータ関連に関してはここまでにしまして、クリスさん。はい。恒例の月間ベストゴールと月間 MVP のコーナーです。はい。はい、まず月間ベストゴールからいきますが、はい、まあ4ゴールしかないので全部でもいいかなと思ったんですけど、はい。まあ、PK はいいかなと思ったんで3つに絞りました。はい。まず1つ目、岩田戦泉沢ゴール。リーダーが右に流れて、ファーで泉沢がしたゴール。で、2つ目、岩田戦、ベル魂の土天ゴール。はい。で、3つ目、相模原戦の、リーダートラップからの右足振り抜いての同点、この3つです。これはじゃあ発表しますか。8月の月間ベストゴールはドドドンメッテス同点ゴールっていうのがあるんですけど、まあ、正直もう全員にベストゴールあげたいぐらい、はい、というのも、まあ、この9月にいろんな記録を良くなってもらうためのベストゴールということで、まあメンデスなんですけど、いいかな、全員で全員でやりました。はい、全員で今回は、まあだから次の、本当9月、まあ、もうむしろこの本当ベストゴールをいい意味で争ってほしいかなという、そうですね、うん、っていうところをね、願いを込めて3人に、今回渡します。おめでとうございます。はい、ということで、考慮した3名の方、はい、全員受賞ということでじゃあ続きまして、8月の月間 MVP、はいですね、これは3名一応僕の方からノミネート、1人目、まあ、不振と言ってもいいと思うんですけど、不振の8月の中でですね、2ゴール1アシスト、まあ、1人気を吐いていたかと言えますが、うん、リーダー、うんうん、まあ、中断期間もあったので、うん、リーダーチームにも慣れてきたのかなという印象は、うんうん、ところで、1人目リーダーですね。で、二つ目、まあ、ゴールドを被れますけども、魂の同点ゴール、岩田戦との決戦をドローに、違いました。メンです。はい。で、右三人目ちょっと難しかったんですけど、まあ、頑張ったっていうことで、これ、大怪我から復帰、相模、千葉戦では、PK ゲットも繋がりました。須貝。ああが三人目。なるほど。関口、負傷してた関口のところで、しっかり穴を埋めてるか、まあ、ほんと主力並みの活躍はしてると思いますので、まあ、この3人の中でからでもいいですし、はい。それ以外でも。なるほど。8月度の月間 MVP は、ドドン、やっと来てくれたね。リーダーずっとリーダーで言ってましたもんね。まあ、そうだね。はい、あのずっと待ってた。まあもちろんね、一般的に見ればもちろんメンデスの方がまあそのね印象というか、まああと須貝くんもそうなんですけれども、ようやくこう日の目を浴びたというかまあ想像なんだけど、なかなかこう振るわない中で結構でその場で先頭立ってるのというか、それもプレッシャーはあると思うんですよ、うん、でもまあきっと別にじゃあ降りたく、あの僕はやめますっていうわけにももちろんいかないとは思うんだけど、でもこう立たなきゃいけないというか、まあ、その中でやっとこうね、しかも見知らぬ国で、の中でのこの精神力というか、その少しずつチームのこうね、チームメイトのコミュニケーションを取ってるところの姿を見て、でこうチームに参加した改めて、加わったっていう感じも含めて、今回 MVP
を、お送りしたいと思います。おめでとうございます。はい、ということでした。まあ最後じゃ簡単にまとめて終わりますが、まあやはりちょっと不振というか不調だった8月、なんか昇格争いが一歩後退というかっていう形で1ヶ月置いてしまったんですけど、まだまだ15試合9月から残ってますので、可能性はありますので、まあここで8月ね、この苦しい中でもゴール取った、選手たちだったりとか怪我から復帰してきた須貝選手ら中心に若手もまだまだチャンスはあると思いますので、ここから逆襲に期待して、でかつ9月のファンスリーレポートはもうちょっとウキウキやりたい。いろいろ項目9つ用意して調べてますが、これ以外でもなんか気になることとあればコメントしていただければ調べられる範囲で調べてデータ上げていきたいと思いますので、コメントとしていただければと思います。あと、いつも動画見てくださってる方、あとチャンネル登録グッドボタンコメントをしてくれてる方ありがとうございます。引き続き、この動画以外にもマッチプレビュー、あと試合のレビューの動画、も一緒に上げておりますので、そちらも一緒にご覧いただければと思います。バンフと一緒にこのチャンネルも応援してください。また次回は試合関係の動画になるかと思いますので、そちらご覧いただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。